はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、ピクトと申します。というわけで今回はですね、モッド紹介の方をやっていこうかなと思います。今回、紹介していくモッドは、リキッドエンチャンティングっていう、モッドの紹介なんですけども、まあどういうモッドかっていうと、まあ簡単に説明すると、このね、武器や防具にこのね、ポーションの効果を追加するという、モッドでございます。まあ簡単に、まあ、このモッドを入れ、簡単に説明すると、まあ、このモッドを入れた状態で、例えば防具をここに置きます。そして、俊敏のポーション、移動速度、上昇2となっておりますが、これはね、防具を囲むようにポーションを置くと、なんとですね、こんな感じで、ダイヤモンドチェストプレート、まあ、なぜか英語になっちゃうんですけども、移動速度上昇2がついた状態の防具が作ることができます。で、先ほど言ったように、防具だけじゃなくて剣にも、こんな感じでですね、置いていくと、攻撃力上昇にかな、わかんないけど。はい、というわけで、つけられるようになります。でですね、最初からクリエイティブで出した防具が、3つほどあるんですけども、多分、これで全部で入れられる効果がね、4つかな、確か。まあ、剣持ってる状態だとどうなんかな。どうなんだろう、これは、効果が反映されるのかわかんないんですけども、まあ、一応装備としては、まあ、このようにですね、移動速度が速くなってると、最大でね、4つまで、入れることができます。で、一応モッド紹介のページの方には、ポーションの効果が最大得られるのは4つまでって書いてあったんですけども、ちょっとですね、この武器、5個目が反映されるかちょっと僕、ちょっとわかんないんですけども、まあ、その辺は、どうやら、武器使っても一応、ポーションの効果が得られるみたいなんで、まあ、一応装備、多分なんですけども、攻撃力上昇とか毒とかだった場合は、まあ、最大で5個。で、こういう常に移動速度上昇や飛躍力上昇や火炎耐性や、暗視ポーションなんかの効果だと多分、4つまでなんじゃないかなと思います。まあ、というわけでこんな感じで簡単なモッド紹介なんでしたんですけども、なんでしたんですけどもってなんだろうな。皆さんもね、ぜひ、これを機にちょっと入れてみて、試しに使ってみてもらえればいいかなと思います。では、モッド紹介終わりたいと思います。ちょっと早かったんですけどね。また、何かの動画でお会いしましょう。では、じゃあねバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンの方は、チャンネル登録ボタンか動画説明欄から、PC の方は画面の登録ボタンをクリック。それでは、じゃねバーイ。